ドラゴンクエスト5天空の花嫁、実況者は DAL でDALと申します。初見さんはいらっしゃい。ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。パート37やっていきましょう。ピエールと最初この2人はちょっと置いておこうか。あ、伝説の勇者娘っていうそういう肩書きなんですね。ボロンゴ、ミニモン。とりあえずこれでやっていって、レベル上がってきたら切り替えるような形でやっていきましょうか。塔に行く必要はないんで、そのまま、じゃあ海の方に出ましょうね。さてと、前回のパート最後でも言った通り、主人公の母親ですね。主人公の母親のふるさとの方に向かっていきます。おー、ネーレウス、マーマンダイン。ネーレウスってなんか聞いたことあるな。バトル鉛筆かな。おっとめっちゃ食らうじゃん。いいよらメラミン。やっぱこのパーティー強えな。はぐれメタル狩りしてもいいんですけどね。まあ今いいか。MP8 うまい。素早さ5上がるんでミニモン、もう先行取れるんじゃないかな、基本的には。だよね、一番早いよね、ミニモンが。ミニモン仲間になってくれてよかったな。なんかありますね。あれ行くべきなのか？あ、左も祠があるな。あ、左は違うか。あれ、神の塔かな？ラーの鏡があったとこかもしれませんね。あ、これルート間違えたくさいな。間違えてますね。右側から来るんだよね、これね。失敗したな。ちょっとじゃあ、大陸沿いにですけど。ドラクエ、あれ、いけねえ。いけねえけど、ここ出れるか？あ、出れそう。6、4、5の順なんですね。4と地形似てるのかな？えっ、ミニモンなぜ攻撃した？通常攻撃弱い。頭に何ですか？サザエ乗っけてんのかなこいつ。貝殻帽子。あ、貝殻か。あ、でもサザエか。サザエかな。売り物ですね。スラディンは装備っていうか戦闘には出さないんでね。このままどこまでレベルが上がるか。99って話ですけど。なんか、そこまでレベル上げると相当強くなるみたいですね、スライム。77で瞑想って書いてありますよね。皆さんのコメントちゃんと見てますけど。キラーシェル、なんかやばそうな匂いがするな。やばいね。まあザオラルあるからいいんだけど。ザキ！なるほどね。ザキは困るな。めんどくさいな。まあザオラルあるからいいけど。パソコン起動させて間もないからちょっと頑張れ。ちょっと狂い始めてるな。早速ちょっとアップさせた方がいいかもしれんな。よし、とりあえず満タンと。ザオラルまだやってくれないよね。確率2分の1じゃねえのかよ。MP なくなってる。5回目にしてようやくか。運悪いな、多分。ザオラルで占いやっていいと思うんだよね。それくらい。あー、一応街もあるんだな。右には祠もあるんですね。行くべき？あ、祠はあれだ。左の、この地図でいう左の大陸の話ですね。右にあったのは。一応上陸しようか、じゃあ。ルラで飛べるようになるんだったらね。多分ならないな、でも。すげえ。ん？お、ゴーレム。ゴーレム仲間になるんですよね。仲間にしたいな。メラミー。メラミー。仲間になるんだったら仲間にします。まあそのうちなるかな。まだ入れないんですね。これ何かしないと、あれだな。天空の、なんだっけな。お、デンタザウルス。ミルドラスタス、デンタザウルスでミルドラス第2形態ですね。でっていう。メラミー。力貯めるのか。オッケー。そんなに強くない。いや、違う。こっちの武器が強いのか。ほんとメタキンの剣に救われてんな、この実況。ユーマ7。助かるぜ。これは、湖って言っちゃっていいよね。湖の底にある何か物体。あれはそのうち、行くことになります。まあ、とりあえずはこの陸橋を渡って、陸橋って言わないか、こういうのは。普通に橋を渡って。ミスったな。こんなに歩くんだったら、最初から、上陸しとけばよかった。失敗した。ルカナンされて、スカラされて。ピエロ、ほんと魔法耐性すげえな。どう？ガンガン行こうぜ、パネー。マジックポイントなんて全然考えてないですよね。14伸びるね。ミュレベル7。2242リザードマン。ノコギリがあったな。これは高く売れそうだ。誰も装備できねえんだな。この先北か。ちげえ。これ降りなくてよかったんだ。今から行きたいのが、ここですね。この森に囲まれてるあの町に行きたいんですね。主人公の母であるマーサの故郷なんですよ。当たる子。メラミ。倒せないか、メラミとボロンゴで。うわっ、かわされた。シャドウサタン、影の悪魔。この大陸もう少し北の方を散策してから一旦カット入れて、まあ船のところまで戻ろう。スクルト。スクルトか。これなんかあるのかな、北。まあ、行ってみるか。山越え。凹凸がすごいですね、ほんとね。こんなにはっきりとゲームで。まだ全然北まで行けるんだな。おう。まあ、敵紹介も兼ねて。シャドウサタンのヒャダルコが厄介ですね。先に倒すはこっちかな。よし、うまい。リザードマン撃破。先行しろ。ダメか。でもまあまあ。レベル上がりますね。作戦満タン。このパートは全然前に進めないな。MP25。ピエールなくなったか、MP。北に行けそうっちゃ行けそうですけど。インコース。よし。なんかあるのかな。バルーンを先に倒してゴーレム後倒しがいいんだけど、ガンガン行こうぜなってるからな。よし、オッケー。ゴーレム生き残るか、すげえな。レベルアップ。レベルアップすごい。76伸びますね、主人公も。まだまだ現役か。まあ言うてまだ先化した分考えるとまだ18歳ですもんね。いや20歳か。おお、一応先端に祠はあったけど船で全然来れたな。着岸できた。リザードマン。おおおおお。ピエール、ミニモン、ボロンゴ。よし。やっぱ先行できるのうまいな。もっと素早さを強化できるチーム。ピオリもないんだろうな。ミュウレベル9。2232、リレミト。リレミト、ユーマー11232111。ムムム。苦労してきたんだから、なんかいいもんあってほしいよね。まずこの中には小さなメダルと。ふふ。何もない。しょぼーん。何なんでしょうね、この祠。人がいるのかなあ、一応。家この世界のどっかに太陽の冠という兜があるらしい。なんとそれをかぶればメガンテモナノスのすげえんだな。魔法耐性がすごいってことか。賢さの種。すごろく剣。久しぶりにすごろくやりたいですね。次すごろくできるのはいつなんだろうな。まあ、爆弾石とかも袋でいいか。貝殻帽子も、これは売り物。賢さの種は袋に入れとこうか。にゃーん。宝箱がありました。命の石。小さなメダル。ここの書物にきっとなんかあるな、変わった本が。何もなかった。そっか。まあまあの収穫ですかね。よし、じゃあ一旦カットいって船のとこまで戻ります。はい、帰ってまいりました。一回グランバニアで宿を取って、で、また、船出ですね。お船の旅です。そして、船のまま洞窟に入るんですよね。あ、これは自分で動かしてんだな。しびれクラゲが厄介かも。マザーオークと。母だこ。おお、仲間にはするけど馬車の中には入れないかな。シビレン。はい、そうか。やっぱスライム系は基本的に仲間になるのかな。うわー、なんか強そう。魔法カンタとかしてきそう。イオラするなよ。魔法トーンか。ピエール、イオラすんなよ絶対。よし。いや、でも先手取れるのはうまいな、やっぱ。ここでレベル上がりそうですね、いっぱい。ユーマ10。トヘロス。トヘロス来た。これでだいぶエンカウント率下げられるな。来た。ようやくって感じですね。よし、じゃあ早速使っていこう。自分より弱い魔物を封じ込める。ユーマが使って一番レベルの高い主人公より低いっていう風にはならないかな。何も起こらなかった。北に上陸すべきか。確かこっちが行き止まりでした。上陸だな、これは。ブリザードマン、厄介なやつ出てきたな、また。よし、倒した。ボロンゴは強くなってきましたね。80ダメージ食らわしてくるようになってきた。さて、そろそろ15分かな。右に行ってみたい気もするけど。もうちょっと行ってみようか、じゃあ。多分上陸が正解。ゾンビナイトスルーして、よし、しまい。こっちが正解かな。外れだとは思うんだけど、何かあれば回収したいし。結構つながってますね。トフェロスの効力がなくなった。やっぱあれか、ユーマ自体が強くならないと意味がないんだな、これは。イオラもったいないような気もするけど、まあいっか。そんなに強い敵たちじゃないしね。一体あたり125。ユーマ11。いいですね。もっとユーマレベル上がってほしいな。実況中はふんだんにトヘロスを使用していきたいですからね。ネクロマンサー、しびれクラゲ、どうしよう。ネクロマンサー先。ああ、イオラ怖えって。いや、魔法監督とは思った通り。ミニも偉いですね、でも。ちゃんと、魔法カンタを狙っていてか、メラミじゃなくて通常攻撃にしてくれたのはうまい。あー、15分だ。じゃあ、ここで終わるか。まあ、次回この中がっつり探索していきましょう。それでは、ご視聴お疲れ様でした。次のパートでまたお会いしましょう。